この間ね、みかんの丘来た時は、こっち側からじゃなくて、山のあの向こう側からね、越えてきたんですよ。そしたらまあ、ずーっとみかん畑の中を走らされて、もはやどこを走ってるのかがよくわからなくなって、立ち止まっては何度も何度も、地図を見ましたけどね、こっち側だと、もう、ピュッと登るだけなんですよ。なので入るとこさえ間違わなければすぐ行けるんですよ。まあそれをね、この前は反対側からね、向こう側から山を越えてきたので、えらい苦労しましたけど、よし登ってみましょう。めっちゃ道がこれですもんね。道すごいな。一気に登っていきますよ、みかん畑の中を。おー、めっちゃ回る、めっちゃ回る。登らん、さすがに登らん。おー、めっちゃまだ上までありますよ。めっちゃ登るな。きつい、めっちゃきつい。このみかん畑の段々がすごいな。おお、めっちゃ登ってきた。もうちょいですね、もうちょい。すごいな、景色が。ここで農作業してたらめっちゃ景色いいね。よし、ここかな。あ、今日は誰もいないかな、さすがにね。向こうから来はったんですか。いや、これ下から。下から、あ、はいはいはい。戻ってきて、この道の方がマシやねんて。下津の方に行く道もあんねんけど。はいはいはい。なんか、あー、ここはね、まあ広いからね、まだ。バイクやから大丈夫。そうやね、みかんの丘ですね。前はね、ここに作業員の方がね、いっぱいおられて、ここに入ることできなかったんですけど、今日はね、入れました。っていうことで、どういう風に帰ろうかちょっと今悩んでたんですけど、前に来た道をですね、戻るという。前にみかん畑でですね、右往左往した動画をですね、あげましたけども、その道を今度は逆から行くっていう選択をしました。今度は迷わずに行けるのかというとこですね。なんか嫌な予感はしますけど、とりあえずそっち側で行ってみましょうかね。まあ反対側からだとはいえ、一度は来た道ですからね、なんとなく見覚えはあるはずなので、帰れるんじゃないかなというふうには思ってはいるんですけども、果たしてどうでしょうか、どうなるんでしょうか。紀州ほぎほぎ神社、宝くじ当選祈願、悪縁切り、マジか。ご利益のある日本で有数のパワースポット、ほんまにこんなとこに。どこのこと、これこれこれが日本で、どこ、え、あれマジで。御朱印400円、おみくじ、あれがパワースポット。行ってみようか。
ほぎほぎ神社、初めて聞きましたけど、日本有数のパワースポットらしいです。いやー、来る人もいるんですね。はい、紀州ほぎほぎ神社、日本有数のパワースポットらしいです。信じる者は救われるということでお参りはしておきましたんで、はい、何かご利益があるといいですね。これは左なんですよね。ここは覚えてる。あ、思い出した。ここな。ここありましたね。ここここ。ここを、でも、この前は、この前はね、ここをこっちから来たんですよね。ここ。ここやね。ここ。思い出した。この次がどうなってたっけな。あ、ここな。ここ。ここも覚えてる。ここ覚えてる。この四つ股んとこ。ここで間違って、あっち、ここで間違ってあっち行ったんですよね。だからこっちから来たんですよ。だからこっちですね、こっち。なんか逆から来ると初めて通るみたいな感じになるな、やっぱり。登ってるのと下ってるのでね、全然違いますよね。あ、そうそうそう、ここ、ここもこっちかどっちかって思ったんやね。こんな細かったっけ。うわ、蜘蛛の巣が。あ、ここな、ここ思い出した。これ多分こっち家なんですよ。あ、そうそうそう、あの時もここに軽トラ止まってた確か。こっちだな。この坂すげえな。あ、あったあった、ここね。こういうとこあったあった、覚えてる。おっとっと、こっちやな。あ、そうそう、思い出した思い出した。こっちこっち、これ折り切ったところを曲がったんだな。ここだな。これをまたこっちなんですよ。どっち？完全に間違っとるん、どっかで。やっぱしどっかで間違っとるぞ。ダメだ、間違ってる。あれ？おかしいな。合ってると思うねんけどな。でも確かにこんなとこは降りてこんかったな。あー、違うな。こんなとこはさすがに通ってないな。あれ？どこで間違った？違うね。こんなところは記憶がないな。あれれ？でもあそこまでは合ってるはずや。あれ？さっきのとこまでは合ってると思うんですけどね。あれ？どっかで間違ってるな、道を。あれ？でもなんかここは通った記憶があるぞ。いや、通ってるな、ここ。いや、通ったと思うねんけどな、ここ。いや、あそこ上やな、やっぱり。あれ上に行けるんかな。あんなとこ降りてきたっけな。あれ、これかな。
ってみるか。来たっけな、記憶が蘇らないな。どっちだ。こっちかな、県道海南金谷線。いやー記憶にね、結局また迷子か。いやーなんかもう似たような風景やからわからんな。こっちか。あ、なんとなくこっちのあの分かれ道なんかあったような気がする。なかったかな、なんかあったような気がすんねんけどな。こんなお墓あったかな。畑しかないからようわからへんな。こっちやな、どう考えても。こわこわこわ。いやーこんな感じやったって言えばこんな感じやったし、違う地や違うような気もするし、わからんな、思い出せん。そらまあな、周りが畑しかないからな、目印がないんで。こんなんあったっけな、絶対なかったよな、覚えてないだけかな。こんな土管も見た記憶がないぞ。こんなとこなかったよな、あったっけ。これあそこか、こっちから来て降りるんかって言ったとこかな。そうかな、それっぽいな。なんかこっちやなっていうことは、あ、わかった、あのめっちゃ暗かったとこや。だからすぐまたなんか分岐がある。あ、これ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 や。これをこっちから来たんやな。こんなとこ降りたっけな。ちょっと待てよ。でもこんなこういう暗いとこあったんだよね。それは覚えてる。この暗いところはあった。あ、わかったわかった、ゴルフ場のとこや。そこまで来ればもうこっちのもの見切った。これ多分ね、広い道に出るはず。そこまで来ればもう完全に見切ったよ。帰れる。あ、よっしゃ、出た出た。せやな、ほらほら、何がほらか知らんけど、これやこれや、完璧にこれや。よっしゃ、出た出た。なんか途中ようわからんかったけど、私の記憶は正しかった。記憶というか、まあ記憶よりももう勘やけどね。まあ、なんとなく覚えてはなかったけど、なんとなく来れるもんやね、人っていうのは。よしよし、これを左やね。今頃になって結構晴れてきましたね。とりあえずこの、はい、串垣の里で休憩して帰りたいと思います。いやー結構車止まってるな。